お疲れ様です。お疲れ様です。目的地は須崎町なんですけど。須崎町、多分7月にオープンしたんだと思う。7月にオープン。はい。あれかな、全福って書いてある。違う、なぎさ、満腹じゃないですかね。満腹だ。ここです。ここ。へぇー、アジフライの店です。マジでピンポイント来るね。アジフライ3軒目ですよ。3軒目。このチャンネル200軒ぐらい行ってますけど、もうアジフライが3軒目になっちゃった。専門店。よし、じゃあ行ってみよう。ちょっとすごいよ、アジフライの聖地って書いてある。本当だ。満腹。本当だ。オープンしたて。オープンしたですね。あれ、アジフライお昼のとか。うわ、嘘。ちょっと、いや、ないんでしょう。うわ、完売しました。ちょっと一回聞いてみていいですか。いや、いいけど。うわ、すいません、アジフライもうなくなりました。すいません、アジフライ売り切れてしまいまして。あ、そうですか。申し訳ございません、はい、そうですか。いいですか、すみません。あります、本当ですか。1人前いいですか。本当ですか。うわ、いや、なんか新しくできたっていうことでお伺いしたんですけど、はいはい、もう今日昼の部は完売したんですか。朝からもうずっとコーナーなんで。マジで、ちょっと、なんでこのアジフライ、そう、松浦今有名じゃないですか、はい、アジフライの聖地松浦、はい、これ松浦のアジってことですか。松浦有名ですよね。で、松浦のアジフライを出すお店ってことですか。なんでそのここに松浦のアジフライのお店を。いや、たまたまやろうって言ってアジフライを出そうって言って松浦まで行って見つけてきたみたいな感じ。そういうことなんですか、はい、じゃあアジフライ並1000円。失礼します。ありがとうございます。うわー、新しい店だよね。いや、一人で来て一人で楽しむみたいな、そんな感じじゃないですか。で、ちょっとまずこれ僕醤油で先に行っても大丈夫ですか。はい、はい、僕ね、割とこうちょっと醤油好き派なんですよね。まず醤油ですね。まず醤油だけで。美味しそう。いただきます。うわ、いただきます。うわ、うまそう。いただきます。うん、うん、うん、サクサクでふっかふっかで、それに合わせるご飯、うん、うん、うん、
ぱりさ、定食はおかずだけじゃないですよ。やっぱりご飯だ。うわあ、タルタルも行くよ。うまい。ちょっとは、これはめちゃくちゃ美味しいよ。このちょっとさ、うわ、でこれが何でしたっけ？これがね、生揚げ豆腐なんですけど。美味しそう。豆腐の専門店にこのお店で生揚げ豆腐、まあ豆腐を揚げる用の豆腐を作ってもらった。いただきます。ちょっとさ、あ、うまい。うん、これはガク。アジフライはみんな美味しいアジフライって想像つくでしょうけど、この生揚げ豆腐めちゃくちゃうまい。豆腐の弾力がブワンブワンで、あのね、それが油によって揚げられて外がパリッとなってて香ばしいんですよ。油の風味もあってね、そこに生姜のちょっと辛み、これが美味しくて、そしてじゃこ。いいセットやな、本当に。あのさ、いいわ、うまそう。アジフライが美味しい店は他にもたくさんあるでしょうけど、すっごい洗練されてる。あの、もうバッチリですね。定食としてですか？定食として完璧です。いや、満腹になったね。いや、あの、アジフライが美味しいのはもちろんですけど、米、それから生揚げ豆腐、漬物、味噌汁、もう全部美味しかったです。だから定食として素晴らしいバランスの取れたものを